トモハッピーです。どうも、安岡です。はい、今日なんですけど、マジック・ザ・ガザリング夢対戦オムナス・アドベンチャー対シミックフードやってきます。かなりね、有名デッキ同士の軸を超えた対戦ということで、両方ともね、スタンダードのデッキなんです、もともと。でもね、禁止カードを大量に排出した悪名高いデッキといいますか、もしぶつかり合ったらどんな感じになるのかっていうのを今日はね、対戦やっていきます。どう思う？どうなる？最近のデッキはね、両方とも近年のいわゆるマジック・ザ・ギャザリングスタンダード禁止出すぎっていうね、はい、その中でも特に禁止が出すぎたデッキの両者なんですけど、はい、あれさすがにオークはかなり強いかと思うけど、オムナスもね、めちゃくちゃするから、うんうん、ちょっとやってみて分かんないですが、なんだかんだでちょっとシミックフードが強いんじゃないかなと。まあ、一応ね、なんか海外で行われた禁止が出たスタンダードデッキのトーナメントみたいのをやったら、うん、一応シミックフードが優勝だったっていう話は聞いてる。強いからね。まあ、やってみましょうか。はい、はい、どんな感じになるのかお楽しみください。お願いします。お願いします。俺でも紙でこのオムナスアドベンチャー使うの初めてだよ。俺もオムナス出したことないもん。俺はね、なんかオムナスが不憫でしょうがないから使ってあげたいっていうのがあったから。確かに、まあちょっと嬉しいかな。その段階でもう勝ってるっていうか。確かに。それに禁止カード何枚入ってる？俺サイド込み12枚、クローバー、オムナス、壁境。これ10枚しか入ってないからちょっと厳しいかな。オーコ4枚、オーコ4枚、昔々4枚、あ、サイドにやばいな、あれ止まりが2枚ってことは、禁止カードの枚数的にはトマップ有利。ちょっと有利だね。じゃあ俺オーコ入ってないから先手でいい？それはダメでしょ。禁止カードそっちの方が多いんだから、むしろこっちが先行もらうべきかもしれない。じゃあ、試験官になる前にダイス振るか。はい、11、ちょっとなんか喋ってる間なんかやってたからな。やったやった。7、はい、はい、お願いします。お願いします。先行。やります。オーコないな。はい、やります。キャトリア・トライオーム、終わり。緑、青、赤の3色ランド。はい、暗色域で K2 します。はい。で、緑。うん。金のガチョウ。ロケットスタートじゃん。はい、終わりです。出た時、食物。ドロー。よかった。ひっくり返さなくてよかった。赤の方で置きます。はい。表赤、裏緑。どうぞ。オーコ引かんかな。はい。ちょ、オーコ引いたな。出してみよう。オーコ引いた？長文じゃん。いいですか？出ます、出ます。はい。はい、まず4スタートで、プラス2で、とりあえずフード出しておこうかな。はい、はい、終わりです。やばない？プラス2なん？プラス2だよ。なんでこれプラス1じゃなかったの？いや、わからん。おかしくない？で、マイナス5使えるじゃん、もう奥義。いや、もうでもいないでしょ、パクられるクリーチャーなんて。奥義何？あ、なんかタフネス3以下のクリーチャー。タフネス3以下のクリーチャー、パワー3以下、パワー3以下のクリーチャーを食物と交換する。交換する。まあ、大したことない。アーティファクトはクリーチャーを交換するのか、相手の3以下のやつと。そうそうそう、まあ、大したことないね、うん。プラス1です。好きなクリーチャーを三三能力なしでできるでしょ、視界に。そうそうそう、視界にできる。やばくない？オムナス出してもそれでやら、まあ、やられちゃうな。まあ、1ターンはね、なんかできるから大丈夫。ドロー、セットして、はい、3マナ、豆か、はい、マナ加速どうぞ。呪文の方で使います。で、平地で4色目ゲット。お、4色揃った。これもオムナス出てくるんじゃない？次出てきそう。はい、どうぞ。はい、鹿と鹿にします。あ、これ鹿のマーカーね、ビーストが。オッケー、鹿。3点。はい、マナクリとプレインズウォーカー出してるだけなのに3ターン目もう3点投げてきた。終わりです。ハンタップ、ドロー。これふざけてるな、ふざけたカウンターの気配がするな。もうでも行くしかない、だってオーコでもう蹂躙されて負けるだけはもう。はい、オムナスストローク、軽蔑的な一撃やっけ、はい、なんだっけ、軽蔑的な一撃、残念。ハマりすぎじゃないそれ、刺さりすぎじゃない、はい、ちくしょう、グーワの小道、終わり。危なかったな。もう、もういってもね、このシカレンザで勝てるかな。食物出します。はい、セット盛り。これで緑出します。やばない、ニッサ、ニッサやばない。中性値5で、何これ、プラスで、うん、土地を1個3、3にできますと。で、緑が2倍出る。それ島を3、3にして、はい、アタックで6点。はい、11。終わりです。島を3、3ね。はい、はい、2差でね、うん。速攻もついちゃう。ドロー。しょうがない。これサクって、はい、壁境。はい、どうぞ。5枚めくって、次のターンのエンドまで使えると、土地追加で1枚置ける。はい。この5枚。5枚。
追放で山と空は、はい、出してこれ次のターンに控えて終わり。なんか引きたいね。しかもニッサの効果でさ、森は追加で1マナ出るでしょ。そう、やばない。ちょっとマナが出る。6マナ、はい、ハイドロイド X4 で嫌だね。はい、なんで半分の2枚ドローして2点回復。ニッサプラスで森を3-3にします、はい、さらに、はい、とオークのプラスでガチョウがなんと鹿に生まれ変わりました。そこで対応して、はい、フェッチサクって島で対応で骸骨の巨人の火力の方で、はい、できます。残念、はい、で何点入る。じゃあ9点。大したことないんじゃないか。9点しか入んないね。あー9点9点しかも警戒2大名フェッチで、はい、セットしながらガチョウを出していきます。はい、ショックモード作って、はい、終わりです。アンタップドロー、オムナス。お、何が起きる。はい、通して通して。いや、通ります通ります。通った通った。よし、いや、これはミラクルあるか。土地置いて4点ゲイン。はい、いけねえ。どうぞ。何もないです。借りてない。はい、ナイス。山持ってきます。4マナ出ました。4マナ出ました。赤、緑、白、青で、成就。どうぞ。何が出てくる。ゲーム外から好きなカードを手段加えると。いつするかな。嵐の怒り。嵐の怒り打ちます。すべてのクリーチャーとプレインズウォーカーに4点一網打尽。飛んでしまい、あ、でオムダスも死ぬかな、ちょうど。はい、でさらにプレインズウォーカーも痛い。なんでよ、4点も与えてもこんなに残ってんだよ。まだ6もある。おかしくない。いや、おかしくはないかもしれない。おかしくはないかもしれない。疑問系全部流されちゃったな。はい、はい、で、これ追放になって終わり。これしかできることないわ。ドロー、まあ、それであればこいつが鹿になり、はい、この土地も3-3になり、はい、6点負けました。よし、オーコやばくね。スタンダードにあってはいいレベルを超えてるからね。実際にエルドレインすごい強いカードばっかで、まあ、その、ね、食物デッキがオーコのせいで消えていなくなったら今度は、ね、出来事が強くなってみたいな。そうだね。で、はい、じゃあ先行、はい、お願いします。1本取りたいな。まあでもなんかオムナス2回プレイしてちょっともう満足。満足した。はい、満足ではないけど嬉しい。はい、マリガン色がチグ、はい、チグハグ。チグハグだね。はい、チグハグ。まあちょっと多色あるあるだからね。そう、まあ、4色っていうね、多少ちょっと無理してるとこあるからね、強いとはいえ。そうなんだよね。こっちはね、2色で強いというもう最高よ、マジックの中では。まあこちらはキープです。やるか。はい、キープ。はい、これ下で下でケトリアトライアンの終わり。ドロー、これ森から、はい、ガチョウ。はい、終わりです。2ターン目おこ、ありえるやんこれ。いや、もうないわ。怖いから食物戻してテンポダウン。おー、なるほど。まあまあありだね。で、チゴチョウ出来事で、はい、終わり。結構テクイね。テクイ、テクイっていうかどこの言葉よ。ガチョウ。はい、で、スクラヤと。はい、じゃあニッサ出るやん。あ、出ない出ない。下にしよう。はい、終わりです。ダップドロー、惜しかったけど。セットします。はい、終わり。終わりです。厚かましい借り手召喚。はい、どうぞ。ドロー、タック3点。裏面で置きます。はい、4色オムナス。はい、本当は食物見たかった。はい、ストライク。はい、どうぞ。はい、ケープスキーね。このカードも強いよね。強い。スタンダード欲しかったけど昔々。はい、5枚見て土地さすがにあるでしょ。土地ない。後で引くと嫌なやつ。そんなことある。これはピンチ。土地ない岡さん。土地ない。終わりです。出さないの。出さない。フード使っちゃうからね。マナ減っちゃうから。そうか。ドロー、アタック14。オムナス、どうぞ。お、来た。通った。通ります。4点回復。はい、終わり。まあ4点ゲインぐらいね、いいでしょ。まあラケンドリド。はい、終わりです。アンタップドロー。壁境への脱出、どうぞ。通る。通る。よっしゃ。1、2、3、4、5。強っ。強いが土地はないのか。土地ないね。じゃあセットします。はい、島4点回復。4点どうぞ。何もできないの。アタック。上か下に戻す。そうです。我慢したんだ。4マナ出ちゃったかもしれないのに。4マナは出ないと思う。ほぼアセットして上陸1回した時に割り込もうとしたのか。そうそうそう、うん、どうやっても一応割り込めるから。したたかだね。
いやーオーナス次のターンこいつら散らかしたいな。確かに難しい。上かな。上でいきますか。はい、上でいこう。別に土地よりいいし。はい、11どうぞ。ニッサ来ちゃうかな。すごいハンドになったよ。やばいけどね。ニッサ、はい、でプラス33、はい、で5点。殴る23。終わりです。アンタップドロー。難しいな、選択肢多いね。よし決めた。ニッサにアタック、まず、はい、3クローバー。どうぞ。2マナで鎖骨の巨人の火力の方でニッサにダブル、はい、対応してミドミド出して、はい、直行で OK。 真骨の出来事、はい、亭主亭主召喚。なるほど、はい、これ追放されて終わりで、ハンドがオムナスで次鎖骨も出てくると。これはね結構チャンスある。チャンスあるね。どこおり、はい、5マナ。おかわ、あーおかわ、おかわ、さらに、はい、でアタックで、はい、えい、オッケー、15。多い、終わりです。ハンタップドロー。裏目引かない、引きづらいましょう。はい、まずアタックします。何にせよどうしましょう。オムナスからのセットランド、はい、4点回復。ああなるほど。で鎖骨の巨人唱えて亭主、はい、で2ドロー、はい、下が止まってしまった。2ドロー、はい、で終わりです。じゃあエンドに守備卵。はい、オムナスもやはり禁止クラスのカード。ハイドロイドか。ハイドロイドはまずい。33作りますと、はい、殴れない。終わり。おお止まった。しかしこっちが止まったねとは言ってない。ドロー引け。これでニッサにアタック。お差し出したね。はい、置いて4点回復。はい、23クローバー。いやはいどうぞ。いやばい、なんか来たら終わりだな。選手、いやもうすごい止まってる。下準備はバッチリ。1枚引いたら勝ちだ、ね、そっちも出来事ね。はい、終わりです。じゃあ2個見ます。亭主3兄弟 3点ぐらい14。オムナス溶かしたいな。青で3、うん、4マナ。はい、来た。フェスティングビースト。あ、オッケー。コンバットで、はい、イケットン全機械。じゃあこれでモリンとこれでビースト。はい、でダメージ前に食物作って、はい、9点。食物ガジョット、はい、生み出し9点。9点、はい、14。はい、終わりです。無理やり来たね。行かないとね。狼もないの。引けー。出来事クリーチャー豆の木鎖骨厚かもし借りて泥。ん、ニッサ倒せる。ニッサ落ちるね。ニッサ落とします。殴ります。終わり。あれ、ガチョウ食物作らん方が良かったんちゃいます。チャンプしてる場合じゃないからね。欲しいからね。ガチョウはまだまだ大事。ガチョウ大事。ガチョウ大事。鎖骨引いたらいかれるよ。それはどっちにしろいかれる。いかれる。ちょっと待ってね、ニッサ出すんだけど、ほいほい出ちゃったらものすごい慣れちゃうからな。一旦寝かそう。神秘の論争。なるほど。3マナ払えば出していいよ。3マナ払うか打ち消し。まあそうだよね。まあそんな気はしたけどね。そうだよね。まあ3マナ払いますけど。はい、はい、あここで、ね、プラスして、はい、終わりです。引けー。出来事ドロー。はいよ。4点回復。はい、緑でいいです。はいはいはい。18アタック日産に。はい、ブロックします。はい、で3減りました。終わりです。なんかバカ忙しいけど大したことないばになってきた。と緑で持ち込んで、はい、いますと、はい、でアタックで4、まあ、これもいこう。はい、ドン。それだけやりたいな、なんかそれだけやるか。はい、はい、ブロック12点6。ニッサ頑張ってるな。終わりです。アンタップドロー。引かない。まだ引かない。アタック1。はい、4点回復。はい、10。終わり。卵負けた。負けてはない。1残る。3体止めて、あ、違う、2体止めて1残る。と青みを出します。はい、33します。はい、これニッサも禁止でよかったんじゃない。いや、落ちたんだと落ちるからね。もういないから。いや、もともとさ、ね、まあ、強いよね。ずっと言われてたけどね。ね、3マナ。はい、何でもそれこそ禁止してたらしゃあないしね。そう。はい、で、はい、次でいいかな。はい、6体パンチで一応全員ブロックかますとか。それ倒すかか。これじゃない。あ、それだね、うん、はい、ブロックポンポンポン、ポン1。9点、まあ、クローバーはクローバーだけじゃ何もしないんだよな。亭主も、いやでもあれ出来事好き。フェイ引けば結構すごい。フェイ引いて願いだ、うん、願いだね。でも残っちゃう。ドロー。まあなんか
3枚持ってこれば。オムナス出た時さ、俺ドロー忘れてた、そういえば。この2本目がどうだったかっていうと、あれこれさっきさ、これ3体いたじゃん。さっきいた、うん。ワンドロー先にできてたら、これが一旦早くて、今だといけてたかもね。これ、土地戻せないから、いくらコピーしても、殴っても、これしか倒せないから、ライフが足らなくて負けだね。負け。さっきのターンだと確かに。これさっきやってたら、3枚引いて、あ、結構繋がってそう、ね、ポンポンで。まあでも、まあ、結構いけそう。まあ、ベールで3枚持ってきてるから。まあでもこれがね、うん、テーブルトップあれあれだね。あれあれだね。テーブルトップ誘発忘れ。ちょっとあれアリーナで慣れすぎてるとね。そう、もう一回やろう。もう一回やろう。まあまあ仕方ない。まあ、しゃあない。13日だっけ。確かに。うん。もう、てかね、僕わずかな間で禁止になったカードなんで、許してください。使えられてませんっていう感じ。実際発売から本当にもっと短い。うわそうですね。使われてはいたから、いや、ドロー強いなずっと思ってたけど、確かになんかね、相手札少ないなって今思ってたんだよね。テーブルトップはね、誘発をいかに忘れないかのゲームでもあるからね。大事だよね、うん。まあ、そういうのも好きだけどね、やっぱり。そう、なんかね、まあ、人間のね、人間らしいミスりどころが増えるっていうのも醍醐味かもしれない ね、 醍醐味ね。はい、はい、じゃあ先行いきます、はい、負け戦お願いします。お願いします。これはキープだな。よし、マリガンします。反動が弱いな。はいはい、グワノコミチ、おり完食終わりです。起動します、はい、やんとにしま、なんとドロークローバー、いや終わりです。そのスタートされるとね、結構きついんですよ。ラケンドロイド、はい、終わりです。ドローセット、終わり。豆はなかった。豆は強いね、これ終わりです。うん、ドロー終わり。カウンターなのか、受給なのかなんでしょう。ラケンドロイド溜めてく、ひたすら溜まってく、はい、なんか論争っぽいからね。はい、どうぞ。終わりです。ドロー、はい、うーん、赤マナ置いて終わり。終わり。構え続けてるかな、きついね、結構。こういうゲーム展開もあるのか、サイド5は。そうだね、お互いカウンターが増えてる模様。いくか、おーこ、おーこー、論争打つか。じゃあはい、1マナで神秘の論争、3マナ払わないと消せよん。払いました。やられました。はい、難しいですね。クローバーもやっときたいんだよな。はい、対応で、はい、鎖骨コピーで2点2点、はい、もう一回鎖骨のコピーで2点2点、はい、で3-3になりました。はい、どうぞ。終わりです。ドロー。今鎖骨ビートに行かれるかも。3点。まあ、プラスしてもどうせね、落ちたからね。そうだね、うん。まあ、クローバー倒したと思えば、クローバーが 3-3 とどっちがいいかっていう。そう、 3-3 の方が良さそう。手取りはトライオン、終わり。サンサンビートきてぃ。終わりです。うん、なんもないね。マナフラ、土地岡さん、いわゆるアタック。土地もうすべきやったかな。サイコツ、どうぞ。こんなんで勝てんの、フードって。何もやってないじゃん、終わり。昔昔、はい、なぜ自分のターンにやらない。やっても別に出すもんないからね。カウンター構えてるのが受け合い。これ引いても別にフードないからさ。うんうん、アイドロイドも出さないじゃん。そう、はい、ほら格闘巨人対象、はい、バランス対応で終わりました。はい、2、はい、じゃあはい、終わりです。ハンタップ、ドロー、はい、4マナ、4マナ、成就、何が出て、はい、どうぞ。これ持ってきます。なるほど。で、プラス1しながら格闘、格闘、はい、で、8点、死にました。何も引かないおっさんじゃん。はい、ということで結果はね、2対1でシミックフードの勝利でした。まあみんなあると思うんだけど、初めてね使うデッキで紙だと誘発忘れるとかあると思うんだけど、そこもまあ面白いよね。まあ、うん、そういうのがあって、なんかね、やっぱりカードゲームって感じだよね。コミュニケーションが生まれるっていうね、うん、
まあ、そんなのが見せるってそれはそれで良かったじゃないでしょうか、はい、ということでね、皆さんもね、なんかすぐに禁止が出てかわいそうになっちゃったデッキをもう自由な対戦でたまには遊んでみたらいかがでしょうか。よかったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ヤスオの Twitter、Twitch もぜひぜひチェック、登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。